こんにちは、萩です。今回ですね、東日本実業団駅伝の振り返りをねしていきたいなというふうに思います。今回見事優勝を飾ったのがニューイヤー駅伝の覇者である富士通が2連覇をね飾りました。まあ蓋を開けてみると、やっぱり富士通強かったなというような印象ですね。まあ前評判のも高かったですし、所属メンバーエントリーメンバーを見る限り、まあ頭一つね、まあ抜けてるので優勝候補ナンバーワンだろうというふうに言われていましたけども、最終的にね、まあやっぱ強かったというような感じです。でただね、こう僕レース展開を見てて、序盤出遅れる場面もあったわけですよ。でヒヤヒヤするところもありましたけど、まあ最終的に自力を発揮して、まあ一番で帰ってきたというような印象だったんですけど、僕ね気になったのが、一番最後レースが終わった後、監督のインタビューと選手のね、まあ、インタビューを受ける場面があって、テレビ中継もされてたんですけども、その一番最初にね、高橋監督が言っていたのが、序盤の出遅れも想定内だし、まあこんなもんですよぐらいのことをポロッと言っていたんですよね。で僕が勝手に思っていたのは、まあ一区裏の選手を使ってもう先頭で帰ってきて、そのまま逃げ切るっていうレースプランだと僕は思ったんですよ。それぐらい逃げ切るぐらい強いメンバーが揃っているので、まあそれをね想定していたのかなって思ったんですが、まあ高橋監督が言うには、で序盤ね出遅れるのも想定内で、まあ最終的に先頭争いで、まあ一番で帰ってくるのもまあ想定内だっていうことを言っていたんですよね。でその話し方が、僕はねどこかね余裕をこう感じたわけですよ。でなぜかっていうと、まあ確かに今揃えられるメンバーでのベストメンバーかもしれないんですけども、エントリーメンバー補欠も含めて所属メンバーも含めて見ると、富士通ってまだまだ素晴らしい選手がたくさんいるんですよ。確かに今揃えられる中でのベストかもしれないんですけども、あとこう1ヶ月2ヶ月こうあるわけですよ。そのときにニューイヤー本戦ではしっかりと富士通のベストメンバーで揃えますよっていうことのね、ちょっと裏返しの考えすぎかもしれないけど、そんなようなニュアンス、ちょっとね余裕を醸し出してる、こう予選はこんなもんですよっていう感じがね、ちょっと読み取れたので、ニューイヤー駅伝本番には富士通のベストメンバーを揃えてお披露目しますよっていうような王者の貫禄をね、ちょっと感じたんですよね。あの高橋監督のこの秘めたる感覚、それを見た時に、ね、僕は正直ちょっとゾッとしたわけですよね。確かに今回エントリーで走ってるメンバーもめちゃくちゃ強いんですよ。強いんですけど、やっぱマラソンでね結果を出してる鈴木健吾選手もいますし、まだまだルーキーもいるので、そこら辺がね本番に向けてどう仕上がってくるのか、まあ体調不良なのか怪我明けなのか、もしくはニューイヤー駅伝本戦にピーキングを合わせてる選手もいるのか、そこら辺なんかもねちょっと気になりますよね。予選会はあくまでもこのメンバーで優勝できるだろうっていうところなのか、今現状のベストメンバーなのかさえもわからない、ちょっと何かを隠された感じ、それをね見ててねちょっとゾッとしました。それにね持った方もね、まあ、いるんじゃないかなと思います。まあ、富士通のね、ぜひね、所属メンバーとかエントリーメンバー見てほしいんですけども、まだまだね、ほんと素晴らしい選手がいるので、本戦がね、まあ、より楽しみかなというふうに思います。で、今回、僕、東日本テレビ中継で全部見ていたんですけども、まあ、熊谷のね、スポーツ、公園のところを、なんか、こう、臨時でね、コースを作ってやっていたんですけども、僕、今までの、通常の駅伝、例えばニューイヤー駅伝とか箱根駅伝でもそうなんですけども、今まで言ったのが、こう、やっぱり、1区、2区の滑り出しがすごい重要だし、流れでがすごい重要だっていうことを言っていて、で、やっぱ、こう、先頭で走る気持ちよさとかもあるというところがあって、やっぱ、スタートダッシュを決めるのが大事ですよってことを言っていたんですけども、今回、周回コース見てて皆さん思ったと思うんですけども、前との距離が明らかに分かるような感じでしたよね。で前との距離も分かるし、こう折り返してすれ違うから秒差も自分ですら分かるくらいで、ニューイヤー駅伝とかって確かに途中中継地点でマネージャーとかが前と何秒差ですよって教えてくれるんですけども、やっぱこうポツ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 って感じですね。5キロとか10キロ単位で教えてくれるので、すぐ今知りたいって時に分からない状況があるんですけど、今回のあの周回コースだとやっぱ折り返しも結構多いので、マネージャーとかからの秒差だけじゃなく、自分自身で感覚的にも前と詰まってるなってとこも分かるし、秒差も多分自分で分かるぐらいの感覚だと思うんです。そうなった時に僕思ったのが、先頭を走るよりも追っかける側の方がこれ有利なんじゃないかなっていう感じで見てたんですよね。なので序盤から1区2区3区スタートダッシュを決めるバンっていうよりかは、
後半の5、6、7でもしっかり強い選手を残しておくと、後半しっかり戦えるなっていう感覚がちょっと見えたんですね。で、そういう風に見てると、やっぱ各チーム、12番争い、ニューイヤー駅伝の本尊を決める12番争いの前後のチームって、後半に結構主力を残してたなって印象があるんですよね。もしかしたら僕の勝手なね、思い過ごしかもしれないんですけども、スタートダッシュを決めるっていうよりかは、途中からでも上げていって、でも戦えるようなコースなのかなってちょっと見てて思いました。先頭で逃げ切る気持ちよさっていうかは、逆に先頭も苦しくなってくると後ろとの距離が明らかに分かってるわけですよね。で、最初10秒差だったのに気づいたら5秒しかないってなると、先頭はやっぱ焦るわけですよ。それがこう直線の長い距離だと秒差って結構グレーで分かんないし、こう角を曲がってしまうとこう詰まってるのが開いてるのかさえも分からない状況なんですけども、折り返しで何度もあるとやっぱりね、前との距離が分かりやすいので、まあ、全体的に今回のあのコースっていうのは先頭が有利っていうよりかは追っかける側の方が有利だなっていう感じがあったので、まあ、後半強い選手を残したチームがちょっと活躍したかなっていうようなね、まあ、印象で見てました。まあ、早速ね、ちょっとね、各区間の振り返りをね、していきたいなと思うんですけども、まずね、全体のね、順位を見ていきたいなというふうに思います。まあ、1位ね、富士通、2位、ホンダ、3位、日立物流で、まあ、12位争い。これがね、結構今回も見どころでした。まあ、11位にサンベルクス、12位にコモディだ。コモディだからね、アンカー松村選手が頑張りましたね。見事ね、ガッツポーズでゴールしてましたけど、ここまでが、12位までが本戦出場ということですね。で、13位に埼玉医科大学グループ。今ね、話題のチームですね。女性チームもありますし、男性チームもあってね、今話題のチーム。今回ね、ちょっと13位っていうことで本戦出場は逃します。あと、プレス工業もね、まあ序盤までね、いい位置にいましたし、アンカーのところでもね、12番争いをしていたんですけども、まあ今回14位っていうことで、まあ、ニューイヤー駅伝は出場できなかったというところになります。で、1区からちょっと見ていきたいんですけども、1区は 13.4 キロ。まあ、なんといってもね、ホンダの伊藤選手ですね。まあ、ラスト3キロぐらいから、まあ、仕掛けました。最初ね、とにかくスローペースでしたね。やっぱ風がね、3メートルぐらい吹いてるっていうことで結構待ってるような感じだったので、まあ、とにかく先頭引っ張るのは苦しいと。まあ、駅伝はなんとにかく順位は結構大事なので、区間順位っていうよりも総合順位を意識していたところがやっぱ多かったので、まあ、先頭には出たくないっていうところで、まあ、最後の最後の勝負ということでね、ホンダの伊藤選手がラスト3キロぐらいでね、バツンとロングスパートをかましましたよね。で、本来ロングスパートを一番最初にかけた選手ってやっぱ不利だと思うんですよ。本来はですよ、僕の感覚で言うと、まあ、自分でこう仕掛けられると後ろに2番手3番手もこう冷静になれば、冷静になって見ればバンって言っても徐々に徐々にこう詰めていけられるので、前が見えるっていうところで追っかけやすいので結構有利なんですけども、ただね、伊藤選手の場合はね、やっぱ次元がちょっと違かったな。あの位置で仕掛けて最後の最後で逃げ切るって、ただ単に力があるだけじゃなくて、僕見てて思ったのが、まあ、東京オリンピックのこう日本代表になりましたよね。そこら辺あたりからやっぱりメンタルの強さ、僕は日本国内では敵はいないんだぞというぐらいの力強さをね、まあ、感じたんですよね。なのでラスト3キロで仕掛けても追いつかれることはないというようなね、自信がちょっと満ち溢れてたなという感じがします。だからそこそあそこで仕掛けられても後ろ裏の選手がいるんですよ。それでもね、追いつけなかった。まさに仕掛けてから最後の最後もね、こう距離をね、広げたっていうところで、ただ単に強いっていうだけじゃなく、メンタル面もやっぱりホンダの伊藤選手は仕上がってきているので、ちょっとこれから楽しみなね、まあ選手かなというふうに思います。おそらくね、まだまだトラックで記録が出るので、トラックで戦うと思うんですけども、彼の場合のね、まあ持ち味は粘りということなので、マラソンもね、いつかね、ちょっと見てみたいなというところですね。これが1区のね、順位なんですけども、まあ、伊藤選手、ホンダ、金坊鈴木選手、実は浦野選手というところが1区でおりますね。で、2区が 8.4 キロで、ここはインターナショナル区間っていうところで、外国人選手を唯一使っていいというところになります。で、今ね、実業団チームはほとんどのチームが外国人選手を起用しているので、まあ、上位の方はね、ほとんど外国人選手なんですけども、気になったのがね、やっぱね、ホンダのね、ソゲット選手が、ここでちょっと失速しましたよね。まあ、ヤクルトのね、ワイザカ選手が本当頑張って先頭に躍り出ましたけども、ホンダのソゲット選手がちょっと出遅れて、まあ、見てる限りね、そこまでなんか動きが悪くなかったので、まあ、調子が悪かったのかなんとも言えないんですけども、思うよね。まあ、本領発揮できなかったと、ところですね。で、実業団になると、やっぱこのインターナショナル区間、2区 8.4 キロですよ。やっぱ日本人
人選手とやっぱ2分ぐらい開くわけですよ。なので、まあ、上位優勝争いもそうですけども、12位のニューイヤー駅伝本戦を狙うチームも、やっぱ外国人選手を起用しないと、今後やっぱ厳しいかなというような感じがします。8キロこのたった1区間で2分開いちゃうのやっぱ痛いですよね。なので今後ね、やっぱ実業団チーム優勝争いだけじゃなく、ニューイヤーを狙うチームは、どんどんね、外国人選手をね、まあ、起用してくるんじゃないかなというふうに思います。ますますね、まあ、高速区間にね、今後なってくるんじゃないかなと思います。で、3区ですね、16.8キロ、まあ、今回のエース区間と言われるところですね、最もね、まあ、距離が長いところなんですけども、まあ、今回ね、やっぱりこの3区エース区間が本当面白いかなっていう感じがありました。まあ、先頭でねもらった、ヤクルトの荻窪選手、まあ逃げ切りましたよね。本当に今季結構調子がいいっていうことを言って聞いていましたけども、あの風で後ろとのこう距離が詰まってるのも分かる状態で逃げ切るっていうのは、やっぱね相当力がね、まあついてる証拠なのかなという感じがします。今後ねちょっと期待したいなというふうに思うんですけども、こうあとは、気になって僕応援したのが、富士通の塩尻選手ですね。まあ、富士通の、富士通が2区のインターナショナル区間で若干出遅れたんですね。区間で言うと、9番か。キメリ・ベナート選手が区間9番でちょっと出遅れて、本来僕もこの先頭の方で戦うかなと思ったんですけど、出遅れて、まあ3区のね、まあ塩尻選手がどこまで上げるかなってとこなんですけども、塩尻選手って、とにかく誰かの後ろにつくっていうことがしないですよね。いや、これがやっぱ素晴らしいんですよね。で、確かに今回風が強かったから、やっぱ最初の5キロぐらいは誰かの選手の後ろでちょっと休みたいだろうけども、やっぱ富士通、塩尻選手としても前を追わなきゃいけないって思いがあったんでしょうね。なので、こうガンガンずーっと先頭で引っ張りましたね。で、結果的に言うと区間4番、区間賞は逃してるんですけども、こうみんなこう引き連れてガンガン行く、後ろに疲れても気にせず行くっていう、やっぱね、ああいう走りを見てるとちょっと応援したいですね。最後の最後バーって行かれたとしても、やっぱね、影の功労者っていうか、ああいう選手っていうのは絶対強くなるし、気持ちの面でもチームとしてもね、やっぱこうモチベーションとか士気がね、上がるような走り方ですよね。ああいった選手がチームにいると、やっぱそういったチームって強いなって思いがね、ちょっと個人的に見たんですけども、やっぱ個人的にちょっと富士通ね、塩尻選手は僕好きな選手なので、ああいう走りと見るとね、ちょっと応援したくなるなっていう感じがします。あとね、GMO のね、吉田選手から村山浩太選手のタスキで、僕ね、個人的にすごい感動しました。まあ、今回ね、あと GMO に移籍した村山浩太選手、まあ、最下層から今回 GMO にこう移籍したんですけども、駅伝でね、こう力を発揮したいという思いで、まあ、移籍したということを言ってるんですけども、まあ今回ね、見てて、僕、吉田祐也選手も大好きな選手で、村山浩太選手も大好きな選手なんですけども、あそこのタスキリレーはね、なんかちょっと僕の中でね、感じるものがあったんですよね。村山浩太選手もずっと見てて、旭化成のね、まあ時からずっと応援してきた選手なので、まあ GMO のね、ユニフォームを着てる姿を見るとね、ちょっとなんかよぎるものもありましたしね、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思いがね、ありました。個人的にちょっとね、感動した場面です。で、吉田祐也選手、GMO のね、選手で、まあ、区間2番ということでね、走りました。塩尻選手が区間4番、プレス工業の橋本選手が区間3番ということですね。で、次ですね、4区になります。8.4 キロ。ここでね、ホンダの青木選手がお取り入れました。で、冒頭に言ったように、こう、先頭走る選手よりも、追っかける選手の方が有利なんじゃないかって言ったのが、まさにこの4区で結構出たかなと思います。まあ、先頭走ってたのがヤクルトの小倉選手で、ハーフマラソンの日本記録保持者ですよ。で、故障明けっていうことなので、本調子ではないってことを言ってましたけども、それでも小倉選手はやっぱ力がある選手ですよね。で、その選手と、両差で、青木選手、本田選手がスタートしたんですけども、そういった意味でやっぱ前を追っかけられる、あの距離がね、徐々に捕ま、あの距離がこう、縮まっていくのがわかりますね。そうなってくると、やっぱテンションが上がるわけですよ。で、前にいるのがヤクルトの小倉選手で、1キロ、2キロと走っていくに、秒がどんどん縮まっていくんですね。そうなってくると、皆さんもね、駅伝で走ると体験あると思うんですけど、やっぱね、疲れがどっか吹っ飛ぶ瞬間があるんですよね。それがね、今回あのコースの見どころの一つかなとちょっと思っていて、だからこそ、後ろから追っかける選手の方が、やっぱちょっと有利。前との
選手の距離が縮まってくると、なんかね、思わぬ力が発揮すると思うんですよ。なので今回は力のある選手が後半にいて、徐々に徐々に詰めていって、こうガッていくのが、まあ今回あのコースでの戦い方なのかなっていうね、感じでちょっと見てました。4区はね、まさにそれがね、ちょっと出た感じかなというふうに思います。で、5区も 8.4 キロ、アウト区間はね、この感じになりますね。まあ、日立物流の前田選手、富士通の松枝選手、ホンダの小曽選手、これね、見てた方がね、全員が思ったと思うんですけども、ホンダの小曽根選手がめちゃくちゃかっこいい。絶対みんな思ったでしょ。いや、僕ね、明大の頃からね、かっこいいなと思ったんですけども、なんか走り方変わったかな？あんな感じだった。めちゃくちゃ洗練されたハームをしてて、まあ、顔もいいんですよね。で、とにかく顔がイケメンでもあるんですけども、イケメンの中でも僕は個人的にすごいタイプのイケメン、ちょっと感情がちょっと出てしまったんですけども、見てるみんなから絶対思った、くっそイケメンじゃないっていうことでね、ちょっとね、話が長くなりされていきますね。はい、続いてね、6ですね。6でも 8.4 キロで、ここね、富士通と本田選手、本田のね、川瀬選手と富士通の通崎選手、通崎選手がね、まあ追いついたということになります。ただね、本田のね、川瀬選手悪くないんですよ。区間2番ですよ。しっかり走ってね、スタートがね、ちょっと、最初の3キロぐらいまで遅かったんですけども、そこでね、ぐっと距離が詰められて、通崎選手のこうテンションがぐっと上がったって感じがありますけど、最終的に川瀬選手も抜かれましたけども、個人順位としては区間2位だし、しっかりね、ルーキーとしてね、まあ、結果を果たしたのかなと思います。まあ、富士通の杖滝選手が強かったというところだと思うので、まずですね、本番に期待したいなと思います。で、最初ね、12.6 キロで、ホンダの設楽優太選手と富士通のね、まあ、横手選手がバチバチしたと。で、それぞれね、やっぱね、勝負に徹していたので、区間順位はやっぱそんなに良くないんですよね。横手選手、富士通の横手選手が区間7番で、ホンダの設楽選手が区間10番と。まあ、区間賞取ったのがね、GM の一色選手だったんですけども、まあ、そこまで来ると、とにかく優勝ってことしかないので、ラスト勝負にね、まあ、かけるってところ、途中ね、まあ、牽制してるところがありましたけども、まあ、ホンダのね、設楽選手も何度かこう仕掛けてましたけども、やっぱラストのダッシュ勝負にはしたくないと。まあ、横手選手ってね、こう、ラストのスパートには強いという定評がありましたし、設楽選手もそれが分かってるので、何度もね、こう、ロングスパートをこうかけてましたけど、まあ、そこを離しきれなかった、設楽選手が、負けたと。まあ、横手選手はそこをね、粘り勝ちしたというところで、ラストね、まあ、横手選手が逃げ切ったということでね、富士通が2連覇を果たしたという、がですね、やっぱりね、ちょっと本戦楽しみですね。これで東日本のメンバー、チーム決まりましたけど、各地区予選これから、どんどん始まりますんで、まあ本番ね、ニューイヤー駅伝1月1日に、まあ全国ね、各地区の上位の、枠をね、勝ち取ったメンバーが、こう、集まるということなので、まあ期待したいなと思います。まあ富士通はね、今ある中でのベストメンバーっていうだけでしかないと思います。ニューイヤー駅伝本番は、富士通としてのベストメンバーを揃えられるのでね、ここをね、期待したいなと思いますし、まあ各地方でもね、九州地区の朝霞勢なんかも揃ってるわけですよ。まあここの激突なんかもね、ちょっと見てみたいし、まあ今回ホンダはね、悔しい思いがしたので、本戦ニューイヤー駅伝では絶対勝つという思いもあると思うので、ね、ぜひね、ちょっとね、これから楽しみにしたいなと思います。各地区予選もね、話もね、情報をお届けしてますし、本戦もね、ちょっと直前になったらね、重要素なんかもね、していきたいなというふうに思いますんで、楽しみにしたいなと思います。